今日は、図形に関連した問題を3つ解説していこう。図形に関連した問題？ああ、内容自体は小学生でも理解することができるが、その解決が未だにされていない問題や、解決されたものの、その内容は直感では理解できないような結論となる問題などを紹介するぜ。なんだか難しそうだけど、面白そうね。内容はど文系でもわかりやすく、かつ楽しめるような解説をしていくぞ。よろしくお願いします。では早速一つ目を紹介しよう。一つ目は、モーザーのワーム問題だ。モーゼ？モーザーだ。モーゼは実界の人で、数学とは全く関係ないぜ。問題の概要だが、まずは長さ1の曲線を用意するんだ。この曲線を覆うことのできる図形のうち、面積が最小のものは何か？ということを考えるんだぜ。この曲線は、どんな形をしていてもいい、いわゆる任意の形をした曲線だな。モーザーは考えた人の名前なのね。じゃあ、ワームって何なの？ワームはミミズなどの細長い虫の俗称だ。曲線がそれらしい形をしているから、この名がついたんだぜ。そういうことね。この問題は1966年、レオ・モーザーというカナダの数学者によって提唱された、幾何学分野の未解決問題だ。長さ1の任意の曲線だから、このような曲線も当てはまるし、このように曲げた線も対象になるぞ。それと注意点だが、ここで言う図形は、問題の性質上、凸な図形が前提となっているんだ。凸な図形って？凸な図形とは、図形の中の任意の2点を結んだ時、その線が図形の外に出ないものを言うぜ。簡単に言えば、円や五角形などは凸な図形で、このような一部が凹んだ図形は凸な図形ではない、ということだな。このように凹んだ図形では、この点とこの点を取った時、それらを結んだ曲線が一部図形からはみ出してしまうだろ？そうね、確かに曲線が図形からはみ出す図形は、凹んでいるように見えるわ。話をモーザーのワーム問題に戻すぞ。曲線を覆うことができる凸な図形には、どのようなものがあるだろうか？曲線だとわかりにくいから、まずは曲線で考えた方が良さそうよね。そうだな、それでいいぜ。一番簡単なのは、直径が1の円じゃないかしら？直径が1の円なら、長さ1の曲線を覆うことができて、曲線も覆うことができそうに見えるわ。ああ、直径1の円は、確かに曲線を覆うことができるな。曲線の中点を円の中心に一致させれば、線が曲がっていようが曲線であろうが、この円からははみ出さないぜ。直径が1だから、曲線はどの角度でも入るし、曲線が少し曲がった曲線でもこのように入れることができるぞ。もちろん、このように極端に曲げても可能だ。そうよね、私の予想が当たったわ。この円のように、長さ1のどのような曲線でも入るような図形の中で、最も小さいものを探す問題が、モーザーのワーム問題だぜ。問題については理解できたわ。でも円より小さい図形が全然思い浮かばないわね。円以外では、対角線の長さが1の正方形も該当するぞ。そうなの？長さ1の曲線は対角線のように入れることができ、曲線でもこのように入れることが可能だな。円のように丸みを帯びた図形でなくても、問題ないんだぜ。正方形と円だったら、どちらの図形が小さいのかしら？それは、簡単な計算で出すことができるぞ。円の方は直径が1で半径が 0.5 だから、0.5×0.5×π で約 0.785 だ。正方形はひし形とみなして計算すると、ひし形の面積の求め方は対角線×対角線割る2だから、1×1÷2 で 0.5 だな。正方形の方が全然小さいのね、ちょっと驚きだわ。今はこれら2つだけで比べたから、このような結果になり、面積は 0.5 となったが、さらに考えると、正方形よりも小さい面積の図形が発見されるんだ。それが、このような図形だぜ。これは、扇形？扇形と、ひし形を組み合わせたような形だな。ひし形の長い方の一辺が、ここで言う長さ1だぜ。この形でも、モーザーのワーム問題の条件を満たすんだ。もちろん、先ほどのひし形よりも片方の対角線の長さが短く、途中で丸みを帯びたところもあるから、対角線の長さが1の正方形よりも小さい面積の図形なのは、明らかだぜ。これが、面積最小の図形なの？この問題は提唱から50年以上経っており、その長い年月でもっとずっと小さな面積の図形も見つかっているが、それが最小だとは示されていないんだ。上限値がどんどん改良されているという状況で、まだ未解決ということになるんだぜ。問題の内容自体は難しくないのに、未解決だなんて、なんだか不思議な気分ね。二つ目は、モーザーのワーム問題と似たような問題を紹介するぜ。それが、掛け屋問題だ。掛け屋問題ということは、掛け屋さんという人が考えたの？そうだぜ、名前の通り日本の数学者、掛け屋宗一さんによって1916年の11月に提唱された問題なんだ。約100年前の日本人が考案した数学の問題、ということだぜ。100年も、だいぶ前の出来事なのね。掛け屋問題は、掛け屋さんが東北大学在職中に考えた、長さ1の曲線を1回転させることのできる図形はどういうものか、という疑問から始まっているんだ。この疑問から派生して、その最小の面積を持つ図形は何か、という問題になったんだぜ。最小の面積、
というところが、モーザーのワーム問題と似ているのね。そうだぜ、逆にモーザーのワーム問題では、曲線を覆う面積を求めるだけだったが、掛け屋問題では線を実際に動かし、回転できるのかを求めるというところが、二つの問題の違う部分だな。覆うだけじゃなく、実際に動かすことが必要になるってこと？その通りだぜ、ただし掛け屋問題では曲線まで考える必要はなく、曲線でいいんだ。なるほど、それなら結構大きな違いがありそうね。掛け屋問題は、凸な図形を考えるパターンと、その条件を除いたパターンの二つがあるんだ。まずは、凸な図形のパターンを解説していこう。モーザーのワーム問題と同様、最初に条件を満たすものを思い浮かべると、直径1の円が挙げられるな。ふむふむ。直径1の円ならば、直線の中心を円の中心と重ね合わせることで、回転させることができるぜ。それはそうよね、理解できるわ。この円の面積は、先ほど求めたように約 0.785 だな。モーザーのワーム問題では、曲線を覆うだけでよかったから、これより小さい面積の図形が出てきたけど、今回の問題はそう簡単にいかなそうね。確かに、これ以上小さくしたら回転できなくなってしまうと感じるよな。しかし、提唱者本人である掛け屋さんは、さらに小さい図形を考案したんだ。それが、ルーローの三角形と呼ばれる図形だぜ。ルーと聞いたらローと答える、みたいな感じ？それは通過だな。ルーローもモーザーと同じく、人の名前だぞ。ルーローの三角形はこのように、正三角形を円に近づけ、丸みを帯びたような三角形だ。この図形の面積は、約 0.705 になるんだぜ。円の時よりも、0.080 くらい小さくなったのね。ところで、この図形は長さ1の直線をどうやって回転させるの？確かに、先ほどのように中心を合わせて回転させることはできないから、わかりづらいかもしれない。ルーローの三角形の場合、このように回転させるんだ。こんな回転の仕方もあるのね。この三角形では、赤い端の点と青い端の点が交互に動くような回転の仕方になっているんだ。このように、端を交互に動かす回転の仕方をすることができることから、円よりもさらに面積の小さい図形を考えることができるんだぜ。結局、この三角形は最も小さい図形なの？いや、この図形も最小の面積ではないんだぜ。掛け屋さんがルーローの三角形を指摘したすぐ後、二人の同僚がより面積が小さい図形があることを指摘したんだ。それが、高さ1の正三角形だぜ。思いのほか単純な図形が出てきたわね。この正三角形も、このようにルーローの三角形と同じような回転の仕方をするんだ。そうね、さっきのと似てるわ。ところで、この正三角形の面積はどのくらいなの？この三角形の面積は、まず赤で示した直角三角形の辺の比率が、2対1対ルート3であることと、高さが長さ1であることから、この部分がルート3分の2になる。正三角形の3辺は同じ長さだから、底辺×高さ割る2で、ルート3分の1となるんだ。ルート3分の1は、約 0.577 だぜ。円やルーローの三角形に比べて、0.1 以上も小さくなっているのね。掛け屋さんと同様で考えられたこの正三角形は、5年後の1921年、ハンガリーの数学者によって、凸な図形に限れば面積最小である、ということが証明されたんだ。凸な図形に限れば、ということは、凸な図形に限らなければ、もっと小さい面積の図形が出てくるということかしら？その通りだ、正三角形はあくまで凸な図形での最小面積であり、その条件を外せばもっと小さい面積の図形があるんだ。先ほどの掛け屋さんの同僚の一人が、デルトイドという図形ならば、線分を内部で1回転させることができると発見したんだぜ。デルトイドな、デルトイドとは、内サイクロイドの内部領域のことだぜ。全然わからないわ。これだけではわかりづらいが、大きな円に対し、その直径が3分の1の円を内側に転がした際の、円の一点が描く図形のことなんだ。この動画を見ればわかりやすいぞ。なるほど、この凹んだ三角形みたいのが、アンドロイドなのね。デルトイドだ、この図形も、長さ1の直線を内側で回転させることができるんだぜ。その回転はこのようになるんだ。なんか、ぴったり一致している感じがして気持ちいいわ。図形の円をなぞるように回転するから、綺麗に回転しているな。この面積はどのくらいになるのかしら？面積の細かい計算は、難しいので割愛するが、このデルトイドの面積は、約 0.385 だ。凸な図形最小の正三角形と比べても、0.1 以上の差があるぜ。最初の円から見たら、だいぶ小さくなったわね。直径1の円から見れば、半分くらいになっているな。さて、このデルトイドが、凸な図形という条件を除いた掛け屋問題の回答になっているだろうか？これは、最小ではないが正解なんだ。え？これよりも小さい図形があるの？ああ、最小の面積については、1928年にロシアの数学者である、ベシコビッチという人物が、そのような図形の面積は、任意に小さくすることができる、として解決したんだ。どういうこと？簡単に言えば、掛け屋問題の条件を満たす図形の面積は、ゼロに限りなく近づけることができる、ということだぜ。は？面積がゼロって、そんなことあり得るの？詳しい話は長くなるので割愛して軽く解説するが、その図形はこのようになるぜ。何これ？何かの爪みたいに伸びているわね。
爪にも見えるが、この図形はベシコビッチモンスターと呼ばれているんだ。こんな図形、どうやって描いているの？これは、先ほど登場した高さ1の正三角形を、図のように縦に切り分けて、それらを重ね合わせ、さらに重ね合わせる作業を繰り返して描いているんだ。最初の正三角形に比べて、重なった部分があるから、面積が小さくなったことがわかるだろう。そうね、この部分が重なっているから、最初より小さくなりそうね。最初の分割をさらに細かくすることで、面積を小さくすることができるぜ。無限に細かく分割できるから、この図形の面積も限りなくゼロに近づけることができる、ということだな。この図形の中で、どうやって曲線を回転させるの？図形の中での曲線の移動は、このようになっているぜ。細かく動いて、徐々に移動する感じね。いや、これだと図形の外に出ているじゃない。そうだぜ、だからこれだけでは不十分なんだ。先ほどの図形を見ると、細長い部分があるだろ？この部分があることで、図からはみ出さずに回転させられるんだ。どういうこと？この部分は、長さ1の線分を、いくらでも小さい面積で平行移動させることができるんだ。この画像のようにすることで、好きなように移動させられる、ということだな。線の部分は面積に含まれないため、この部分をたくさん作ることで、面積を小さくしているんだぜ。そうか、曲線上は面積がないのと同じということね。このように、面積を任意に小さくできる部分と、いくらでも移動させられる部分を組み合わせることで、面積ほぼゼロを達成でき、任意に小さくできるという結論になるんだ。なかなか数学で見ない図形だから、面白い話だと思うわ。三つ目は少し話を変えて、立体の未解決問題について解説していこう。多面体の等集問題と呼ばれている問題を解説していくぜ。どういう問題なの？ N を自然数とすると、表面積1の N 面体の中で、体積が最大になるものは何か、という問題だ。N 面体ってどういうこと？ N 面体は、面を N 枚持っている立体のことだぜ。例えば、直方体や立方体なんかは6面体と呼ばれる図形で、このような立体は四面体、さらに八面体のようなものも存在しているんだ。N に面の数を入れればいいってこと？まあそういうことになるな。多面体の等集問題は、その N 面体の表面積を1とし、その体積を考える問題なんだ。表面積を固定した時に、体積が最大になる立体を求めるということだぜ。説明はなんとなくわかったんだけど、どうやって解くのかのイメージがつかみづらいわ。それなら理解を深めるために、平面における等集問題を考えてみよう。平面の場合は、長さが1の線があるとき、この線を図形の周にするとしたら、どのような図形にすることで面積を最大にできるかという問題だ。図形を囲む周の長さの大きさを1にするのね。そうだぜ。そして、同じ長さの線を使って N 角形を作るとき、その大きさが最大になるのは、正 N 角形の場合なんだ。つまり、三角形を作るのであれば、正三角形が最大になり、四角形を作るのであれば、正方形が最大になるということだぜ。長方形やひし形じゃなくて、正方形が最大になるのね、面白いわ。そして、正多角形の角の数が多くなればなるほど、その内側の面積も大きくなっていくんだ。正方形や正三角形より、正六角形や正十二角形の方が大きくなる、ということかしら？周の長さが同じなら、そうなるぜ。その秘密は、対称性にあり、正三角形であれば対称軸は3本、正方形であれば4本というように、対称軸が多くなればなるほど、面積が大きくなっていくんだ。ということは、正無限角形が最大なの？正解といえば正解だが、そのような言い方はせず、それはただの円だぜ。どうして？円は一番角が少ないじゃない、最も小さくなってもおかしくないわ。落ち着け、霊夢。先ほど霊夢が言った正十二角形はこのような図形だが、明らかに正方形よりも円に近い形をしているだろ？角が増えると、それに従って円に近づいていくから、円の方が面積が大きくなるんだぜ。さらに、円は無限の対称軸を持っている、ということも同時に押さえておこう。円は、中心を通る直線ならどの位置でも対称軸になるから、そう考えると円が最大になりそうね。平面の等集問題については、詳しく過去動画で紹介しているから、興味のある人はそちらも参照してほしいぜ。多面体の等集問題に話を戻すが、表面積が1の場合、N イコール8、すなわち8面体の場合ですら解決していないんだ。え？平面の場合は正多角形が最大の面積を持っているんだから、正8面体が最大の体積を持つんじゃないの？実際に証明されているわけではないので、一概には言えないが。8面体の場合、正8面体よりも体積の大きい、このような8面体が見つかっているんだ。これは、何とも言えない形をしているわね。これはゴールドバーグの多面体と言われている立体だ。ただし、これが最大であることの証明も完成しておらず、あくまで最適解であると予想されているだけだがな。そうなのね、さっきの対称性の話みたいに、何か特徴があるのかしら？ゴールドバーグの多面体より、明らかに正8面体の方が対称面や対称軸が多いから、明らかに対称性に優れていると言える。つまり、対称性に優れたものが最大体積、という話に反した結果になっているんだ。多面体の場合は平面と違い、対称性の話は通用しないから、
なかなか有効な解決策が見つかっていないんだ。やっぱり平面から立体にするだけで、難しくなっちゃうものなのかしら。そういうことだろうな。立体についての未解決問題は、たくさんあるぜ。早く解決してほしいわね。というわけで今回は、図形に関する未解決問題について紹介してきたぜ。ミミズの問題だったり、直線を回転させる問題だったり、わかりやすいのに解決方法が見つかっていないのは、とても神秘的で面白いと思ったわ。未解決問題は、数学界を盛り上げる一つの要因だぜ。問題の解決まで駆け抜けてほしいわ。駆け屋問題だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。今回の話で棒を回転させたくなった人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。